네. 아. 하이.
しませんか? Thank you.
ありがとう。
Yes!
また対策本部の協力志願者ですか。それにしても今回は随分集まったみてえだな。そうだ、ついでにお前さんたちも手伝ってくれねえか。魔獣の討伐指導ですか。いや、今回は実力を審査する側に回ってくれ。志願者と立ち合いを行って実力を判断してほしい。わかりました。 この間まで学院で試験を受けていたのに、今度は試験官の立場に回るなんて。実践経験の数ならば、集権士の比ではないでしょう。でも、緊張するな。とにかく、やってみようぜ、ユージよ。 今の戦いは、いい剣さばきだったな。 本当かい？二人とも、ここは決闘の場ではありません。魔獣討伐が可能かどうかを判断する場です。そうだね、ごめん。まあいいでしょう。次で最後の志願者です。どうやら、集権学院の生徒のようですね。俺が行くよ。お願いします。志願者の名前は、メディナ・オルティナノス。 メディナ？キリト、どうしてここに？つまり氷協会に協力する代わりに罪を減刑されたと。ああ、なるほど。突拍子もない話だ。まさか再びこうして出会えることになるとはな。 あ、嬉しいわ。私は別に嬉しくはない。ただただ最高司祭様の寛大さに敬服させられるばかりだ。そうか。それよりメディナの方はどうしていたんだ。以前と変わらない。私の目指すものはオルティナノスケの汚名返上、それだけだ。欠陥品のオルティナノスケを氷協会が受け入れるか、 私なんかが役に立てるかどうかはわからない。だが、汚名返上のためには氷協会のもと武功を上げることが何よりも必要となる。だからこそ最後まで迷いに迷ったが、対策本部の協力者募集に参加したのだ。なるほどな。さあ、お互いの事情はあらかた話した。本来のやるべきことに戻ろう。やるべきこと？立ち合いだ。 私は魔獣討伐の志願者としてここへ来たのだ。ああ、そうだったな。合格。なんだと？メディナとは学院で戦ったこともあるし、対策本部が求めている戦力としては十分だと思うよ。いいのか？
な。いいんじゃねえのか。おじさま。キリトがその実力を認めているなら、俺は別に構わねえぜ。ああ、大丈夫。メディナ強いよ。なら、お前さんは晴れて俺たちの協力者だ。今後もよろしくな。よろしくお願いします。ああ、またよろしくな、メディナ。また魔獣討伐の任務において私はお前たちと行動するのか。勝手にそう思っていたけど、人員の采配はベルクーリさんたちが決めるんですよね。もちろんだ。実力を見極めた上で相性を見て何人かを組ませる。けどまあ知り合いって話なら一緒に行かせる方が無難だろうな。では私はまたキリトやユージオと行動を共に。そうなるが不満か。いえ、騎士長閣下の判断に異を唱えるつもりなどございません。よろしくな、キリト、ユージオ、そしてみんな。よろしく。よろしくお願いします。よろしくね。ああ、頼りにしてるぜ、メディナ。メディナとの再会後、オートで俺たちは物資の補給を行いつつ、カラントの情報を待った。そんな中、早速新たな魔獣とカラントに関する報告が入る。俺たちは準備を整え出発することに。だが出発直前にある不思議な噂が舞い込んできた。ねえキリト、あの話聞いた？なんだ？ほら、ベクタの迷子が多発しているっていう。ベクタの迷子が？なんで急に？理由はわからないけど、いろいろな場所に現れているらしいね。そうなのか、ベクタの迷子。過去や記憶を失って突然人海内に現れる存在。つまり現実世界から記憶をロックしてログインしてきた人間ってことか。未だに連絡が取れない気候家たちが現実世界で何かしているのかもしれないな。キリト？ああごめん。ユージオ、そのベクタの迷子たちについて他にも何か分かったら教えてくれ。うん、分かったよ。けどとりあえずは情報があった場所で魔獣を倒してカラントを切るか。ああ、キリトにユージオ、ちょうどよかった。お前たちを探していたんだ。メディナ、どうしたんだ？ベルクーリ騎士長から許可は取った。早速だが、お前たちと共に魔獣討伐に向かわせてくれ。私にカランとなる植物は切れない。だが、魔獣を討伐することならできるはずだ。わかった。メディナがいると心強いよ。それじゃ、一緒に行こうぜ。よろしくね、メディナ。